第21話クッキングオブジャッカル。今日も一丁やってみるか。行くぞクックマン。よし、まずは俺の包丁さばきを見ろ。俺も負けんぞ。やるなクックマン、俺も野菜を入れるぞ。うん、よしクックマン、あとは野菜が柔らかくなるのを待つだけだな。甘いぞジャッカル。ここは圧力鍋セット完了。やるなクックマン、俺ももっと腕を磨かなければ。とりあえず一休みだ。お、そして5分後。時間だジャッカル。お、今日はどのルーにしようかな。やはりカレーは中辛に限るだろう。バカモン、やはり今日のルーは SB ニナーカリー辛口。ルーを入れるぞジャッカル。よし来いクックマン。まろやかな香り、たまらん。これはいいカレーができそうだ。しまったジャッカル。どうしたんだクックマン。ガラムマサラを入れるのを忘れていた。なんだって一体どうするんだクックマン。こうなったら玉ねぎが溶けると同時に入れるしかない。しかしそれはほんの一瞬だぞ。しかしこうなったらやるしかない。カウントしてくれ。3、2、1。始めをしてくれクックマン。よし、どうだ成功か。うますぎる。本当か。うまい。よし盛り付けだ。お、絶妙だ。うまいカレーだ。まったりとしていてコクがある。ああ、人参落っことしまったよ。どうする？捨てちゃえ。ちょっと待て！食べ物は粗末にする愚か者どもめ！塩を持って償え！一体どこにいるんだ？私はここだ！誰だお前は？私は神だ！宇宙で一番偉い神！食べ物の神！フーなんだ！食べ物を粗末にする愚か者には死を！ああ！クックマン！しっかりしろクックマン！ジャッカル、このカレーを奴に食わすんだ。これは ZSU カレー。おお、食欲をそそる、なんといい匂いだ。一口食わせろ。
なんともないのか。うん、苦くない。神か、また会うかもしれないな。かくして神との壮絶な戦いは幕を閉じた。次回ジャッカル青森行くに期待して待て。